台湾事件、台湾事件、別名の伊子事件は、1628年、寛永5年に、長崎大官の末継ぐ平蔵とオランダ領、台湾行政長官、ピーテルノイツ、との間で起きた紛争。台湾とは、台南阿ラの当時のオランダ名。台湾では、浜田野平事件、浜田野平事件と呼ばれる。主因戦貿易が行われていた江戸時代初期、名。 中国は、主元省以来作法された国としか貿易を行っていなかった上に、朝鮮の役による影響により、日本朝鮮はほぼ中国本土に寄港することはできなかった。そのために中継ぎ貿易として、主な寄港地は、アユタや、タイやトンキン、ベトナムなどがあり、また、台湾東南部には、昔から、明、中国や日本の船などが寄港する港が存在した。当時、 日本、ポルトガル王国、ポルトガル、ネーデルラント連邦共和国、オランダ、イギリス第一帝国、イギリスの商人が日本貿易や東洋の貿易の主導権争いを加熱させる時代でもあり、1622年、現那8年には、明、中国のマカオにあるポルトガル王国居留地をネーデルラント、オランダが攻撃した。 しかし敗退したネーデルラント、オランダは対策として台湾の宝庫諸島を占領し要塞を築いてポルトガルに備えた。このことに明、中国は大陸から近いことを理由に宝庫諸島の要塞を放棄する公用要請しゅうの島である台湾から貿易をすることを求めたため2年後の1624年寒栄元年ネーデルラント、オランダは台湾島を占領 熱乱者、ゼーランディア城を築いて、台南のアビラを、イオワンと呼び始める。オランダは、台オワンに寄港する、外国船にン0の関税をかけることとした。中国商人はこれを受け入れたが、浜田野兵、長崎大館で、主院船貿易課の一人でもある、末次平蔵杯から日本の商人たちはこれを拒否した。これに対し、オランダは、 ピーテル・ノイツを台湾行政長官に任命し、1627年、官営四年、将軍、徳川家光との配越、幕府との交渉を求め、江戸に向かわせ。ノイツの動きを知った末継ぐ平蔵も行動に出る。同1627年、浜田弥平が台湾島から日本に向けて16人の台湾、先住民を連れて帰国。 彼らは台湾全土を将軍に捧げるためにやってきた鉱山国からの施設団だと言い,い、将軍、徳川家光に配慮する許可を求めた。しかし当時の台湾は流行り病が激しく見ない地ように放送を患っていたためかというもののみを代表として配慮させ、残りは庭に通すのみの待遇となった。彼らはあまりにも汚れていたため、城のものから二度と連れてこないようにと言われたという。 話もあり、具体的な話が進めれたわけではなく、遠路からねぎらいも含め皆、将軍家光から贈り物を授かり一旦帰国の途に着いた。しかしながら、結果としてのいつの家光への配越を阻止することに、成功し、のいつは何の成果もなく、台湾に戻った。百二十八年六月、寛永五年五月台湾、台南、アビラののいつは、平蔵の動きに、 危機感を強め、帰国した先住民たちを全員捕らえて、贈り物を取り上げ監禁、浜田野兵の船も渡航を禁止して、武器を取り上げる措置に出た。この措置に野兵は激しく抗議したがそれを拒否し続けるの。いつに対し野兵は、ついに隙をついてのいつを組み伏せ、人質に取る実力士に出た。驚いた、オランダ東インド会社は、 夜兵らを包囲するも人質がいるため手が出せず、しばらく夜兵たちと、オランダ東インド会社の睨み合いが続いた。しかしその後の交渉で互いに5人ずつ人質を出し合い、互いの船に乗せて、長崎に行き、長崎の港に着いたら互いの人質を交換する、ことで同意、一路長崎に向けて船を出した。無事に長崎に着くと、オランダ側は、日本の人質を解放。 オランダ側の人質の返還を求めた。ところが、長崎で迎えた大官、大館、末継ぐ平蔵らはそのまま、オランダ人たちを拘束、大牢に監禁して、平戸オランダ商館を閉鎖してしまう。この事態に対応したのは、オランダ領東インド総督、ヤン・ピーテルス・ゾーン・クーン。クーンは、状況把握のためバタビア装備主任、ウィルレム・ヤンセンを特使として、日本に派遣したが、平戸藩主、 松浦隆信と末継ぐ平蔵はヤンセンが江戸幕府三大将軍、徳川家光に会うため江戸へ行くことを許さず、将軍、家光の名を語った編集を作成して、ヤンセンに渡した。その内容というのは主に先住民を捕らえ、日本人の帰国を妨害したことは遺憾である。代償として対応案の熱乱者、ゼーランディア城を開け渡すこと。受け入れれば将軍はポルトガルを憎んでいるので、 オランダが貿易を独占できるように取り計らうというものでヤンセンは将軍に会えないままバタビアにこの変装を持ち帰った。しかしヤンセンがバタビアに戻ると総督クーンは病死しており彼を迎えたのは新たなオランダ領東インド総督でありかつて平戸オランダ召官で召官長カピタンを務めていたヤックススックスだった。長年日本で暮らし 日本と日本人を研究していたスペックスは、これが偽書であることをすぐさま見抜き、ヤンセンを再び日本に派遣した。以後の具体的な内容を記録するものは日本側に残されていない。長崎通詞、定方リエモンがオランダ側に語ったのは、平蔵は近いうちに死ぬだろう。というもので、末次平蔵は、この後、獄中で謎の死を遂げている。当時の日本は、 鎖国体制に入ろうと外国との揉め事を極力嫌っていた上、オランダ側の記録には、将軍が格老たちに貿易に関わること禁じていたが格老は、平蔵に投資をして、裏で利益を得ていたため切り捨てられたらしいことが、噂されているなどの記述がある。オランダは、この事件は経験の浅いのいつの対応が原因である、ため、オランダ人を解放してさえくれればよいとし、 ノイツを解雇し、日本に人質として差し出した。日本側は、オランダ側から何らかの要求があることを危惧していたが、この対応に安堵し、これが後に鎖国体制を築いた時に、オランダにのみ貿易を許す一員ともなった。なお、ノイツは1632年から1636年まで、日本に抑留されていた。1636年、官営13年。 ニコラス・クーケ・バッケルの代理として散布したフランソワ・カロンは5月3日の配越の際に将軍家光に・イエミツに同性の明かりかを献上。イエミツはこれを非常に気に入って返礼として銀300枚を送った。この時以前より平戸藩主からのいつの釈放に力を貸すよう頼まれていた老中の坂井忠勝がのいつの釈放を願うとすぐに許可された。カロンが献上した明かりか。 道路は、その後日光東照宮に飾られ、今も同書に置かれている。1632年、官営九年閉鎖されていた、平戸オランダ商館は再開。1634年、官営十一年には、日本人が台湾に渡ることは、正式に禁止され、その後は、停止政権が誕生するまで、ネーデルランとオランダが台湾を統治している。安永年、 1775にオランダ商館の医師として長崎に滞在したスウェーデン人のカールツンベルクはその著書日本気候の中で本事件について触れている。ツンベルクは日本人は自尊心が高く西洋人の滑稽さや不正は忘れて許してくれるが傲慢な軽蔑的態度は許し難い罪を犯したとみなすと評した後本事件に関するケンペルの 日本史の記述を引いて、本事件は、日本人商人に対するのいつの扱いが非常に、ひどかったため、日本君主及び国民に対する、甚だしい侮辱であると憤慨した自信たちにいる、復讐である、としている。日本人は、正義の念が厚く自負心強く勇敢な国民である、ため侮辱を加える者には容赦なく、また、普段は、怒りや憎しみの情を表さず、 侮辱に対して言い返して自分を慰めるようなことをしないが贈ウやの念を真珠に溜め込み気が至れば直ちに殺傷に至るような復讐に出ると注意を喚起している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。